ピアニスト大のうますぎ僕天才プティ。この番組は聞いていただいている方々のご好意によって放送させていただいています。Hello, good morning. おはようございます。ピアニストのダイです。今日は1月6日水曜日、朝7時を迎えました。毎週水曜日のこの朝7時にラジオとして投稿していきます。新春明けましておめでとうございます。オープニングより流れている曲は誰もがご存知の春の海、ピアノピアニスト大、尺八もソフト音源を使って僕が演奏しております。自分とのセッションは呼吸を合わせることが物理的に不可能なので少し苦労しますが、今回初の尺八音源で少しだけテンションが上がりました。今年最初で最後の音源です。さて、2021年は自分にいろいろ投資して実力を磨くことをしていきたいなと思います。コロナが落ち着いて早くヨーロッパに行きたいなと思うのですが、東京は明日7日に緊急事態宣言する模様。引き続き皆さんもお気をつけください。さて、新年一発目の曲、いろいろ悩みました。やはり前向きな曲がいいなと思ってこの曲をチョイスしてみました。ソロでもう一回弾いてみようかなと思ったのだけれど、やはりこれはこのバージョンが素敵だなと思うので、グランプティの動画でもお届けしたグランプティバージョンで今日はお届けしようと思います。それではお聴きください。坂本九で上を向いて歩こう、グランプティ連弾バージョンでお送りします。
いかがだったでしょうか。ぜひ動画でも見ていただけたらと思います。ピアニスト小口翔くんとの連弾ユニットグランプティの動画は概要欄からご視聴いただけます。それでは今日もドイツ語の名言を一つご紹介します。 Was immer du tun kannst oder wovon du träumst fang damit an Mut hat Genie Kraft und Zauber in sich。あなたができると思うこと、または夢見ていることがあれば、今すぐに始めなさい。大胆さは天才であり、力であり、魔法である。ゲーテの言葉です。新年最初の名言としては、これ以上ないほどぴったりとはまる名言かなと思います。少しでも思いついたことややりたいことは早々に始めるべきです。なぜなら頭によぎった瞬間、それはもう芽生えているのですから。何か行動するときに決断は不要である。ただひたすらに行動するのみ。忙しさを言い訳にして、去年はいろいろサボってしまっていたので、今年はやりたいことに妥協することなくやっていく一年にしたいなと思います。ヨーロッパにいると朝のさよならの後には決まって良い一日になりますようにと付け加えます。新年最初もドイツ語で僕も言ってみたいと思います。皆さんの今日という一日が素敵な日になりますように。Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, Papa. それでは、今年もよろしくお願いいたします。いってらっしゃい。